います。本日は、長崎の方から放送を生放送させていただいております。今朝はスピリチュアルテレビみんなの広場の節子がお送りさせていただきます。お付き合いの方どうぞよろしくお願いいたします。昨日アンデルセンツアー行ってまいりまして、このようなね形でスプーンもフォークもぐにゃぐにゃにこう曲げてしまうそういうねマスターの元でいろんなマジックショーを味わってまいりました。総勢28名でね今回は参加させていただきました。今回は日帰りが中心ということで、こちらの方にねお泊まりしていただいている、メンバーはちょっと少ないので、今回のインタビューはこちらに宿泊、させていただいた、実際にこの命のサウナベストパワーランドで、肺がんを患って、それが、まあ、完全に治癒される、まあ、途中ということで体験談などもね踏まえて、皆さんにお伝えしていきたいと思います。昨日はですね、はい、はい、昨日はですね、まあ、こういう、一瞬のうちにねスプーンやフォークがぐにゃぐにゃっと曲がってしまう、そういう、現場を目の前に、ね、目の当たりにしまして、驚きの連続だったんですけども、もう10回目になりますね。9回目ですね。皆さんを、お連れして9回目のアンデルセンツアーになりました。次回10回目のアンデルセンツアーも実は、12月の25日クリスマスの日にね、飛びまして、そちらの方もね、今年最後のイベントとしてみんなの広場の方でねさせていただくことになりましたので、ぜひね、一度もう一生のうちに一度に味わっていただけるといいなと思いますので、そちらの方ね川棚町で行っておりますアンデルセンの、4次元パーラー4次元から5次元に、移行しつつあるこのね時代を、肌でね体感していただければいいなと思っています。昨日は、そうですね、お札がどんどん飛んだりですね、それから新しいメンバーの中で、名前をねどんどん次々に当てていかれたりとか、それからまあ誕生日とかですね、見ず知らずの方の誕生日を見事に当てられたりとか、そんなねことがどんどん起こってました。実際にねやっぱり足を運んでいただくと、あそこアンデルセンの場所がすごいパワースポットになって、そういう、ね、場所でしたけども、そこと全く同じではないんですけども、同じような、ね、エネルギーパワースポットとして、今この地に、ね、感じているこう波動があるんですけども、それがですねこのベストパワーランド、命のサウナという、ね、こちらです。今私がいる場所がですね、ちょうど広間になっていまして、後ろの方も、ね、かなり広い状態で、移動式の畳などが、ね、ずらーっと並んでいて、サウナに入った後ゆっくりとできるスペースになっています。実際に、昨日から、ね、宿泊なさっている方もいらっしゃいまして、あと、まあ、当時ということで何ヶ月か、ね、まとめてここに宿泊施設がありますので、そこでお泊まりになって、実際にもうお医者様に見放されたような状態の方でも、こちらでね、本当に健康を取り戻されて素晴らしい人生を取り戻すというね、そんな方がたくさんいらっしゃいます。何とかね長崎アンデルセンツアー、来させていただいた後にねここに寄らせていただきまして、私自身もすごく効果を感じていまして、ぜひ皆さんにね、この素晴らしさをお伝えしたいなと。今回ね、このような形で実際に体験者の声を皆さんにお届けする時間を、ね、持っていけたらいいなと思っています。でこちらですね、長崎県島原半島の首根っこ、諫早市飯盛町という、ね、ところなんですけれども、見渡す限り本当に空とそれから美しい緑が広がっています。ちょっとカメラの方を、ね、少し回していただけるといいかなと思うんですけども、窓の外には本当にね広々とした風景が広がっています。そしてこの広間の方にもね、これから10時からですねこちらのサウナ
伺えればと思ってますけどね。私の方からこちらね、少しご紹介したいと思うんですけども、本格的なドーム式サウナなんですね。日本唯一です。爆発石を使ったものですね。で、こちらに10分間こう入って、すごい汗を出してますね。そして、その後ね、御湯神差しという、この近くの神社の宮司さんのところに、掲示というか、ね、がありまして、この近くを掘ったら温泉が出てきたということで、そういった意味で御湯神差しというふうに言われています。その温泉もすごく気持ちがいいんですけども、サウナに入った後温泉に入って、でまたサウナに入って、でまた温泉に入って、で3回目またサウナに入って、その後ですね、ハンジュンバクという、韓国の方で、ね、有名な、やり方があるんですけども、漢方燻蒸コースというものですね。ヨモギとか薬草をブレンドしたものを、マントの中で燻蒸して、それをね、穴の開いた椅子に座って下からね、いぶす感じなんですけども、そんな、ね、ものも体験できます。そして最後にまたお風呂に入って仕上げという形でね、もうお肌もピカピカになりますし、それから命、本当に寿命が伸びて、健康に過ごせるというところですので、ぜひ皆さんにはお勧めしたいと思います。ということで、昨日ね、私たち、アンデルセンの方から、移動しまして、こちら夜10時ぐらいですかね、到着して宿泊したんですけど、なんとね、偶然にもそこに、この、素晴らしさをお伝えして、この、パンフレットにも載っていらっしゃる、東博士がなんといらしたんですね。それで、突然にね、お願いして、もしよろしければご出演いただければということでお話ししたところ、心よく引き受けてくださいまして、今ね、こちらの会場にいらっしゃいます。で、この、こちらの掲示にね、載ってます。こんな形で、この説明を少し、ね、読ませていただきます。この施設がオープンしたのが2000年、ちょうど16年前ですね、の6月です。土建業を営んでいた中島さんという方ですね。こちらのご主人、実は、ね、去年亡くなられたんですけども、この方が財産を投げ打って作り上げた健康増進のための施設です。全てが本格的で道理にかなっています。韓国で中島社長自ら体験したという、500年以上続くといわれる健康と美容のサウナとして親しまれてきたハンジュンバク、これをヒントに開発した日本式のドームサウナです。後ほどね、突撃旅行みたいな形で、移動しまして、その、ドームを皆さんに、ね、お見せしたいなと思っています。カメラが、ね、移動しますので楽しみにしていてください。このドーム式の構造の建築は最も難しいと言われていて、優秀な設計仲間に依頼され、で中島さん自ら汗を流して完成させた代物です。外壁を覆っているのは中国内モンゴル地区でしか取れない爆弾石で、遠赤外線を、増幅する作用がある希少な高級石が使われているそうです。もちろん設計では耐震性とか安全性を考慮したものとなって、2010年3月に、サウナ石積み建築物および施工方法という特許も、ね、取得したそうです。日本で唯一ここにしかない、人工的なドーム式サウナと言われています。ドームの、ね、中では松などの木が焚かれていまして、室内温度は80度から90度になるそうです。係の方が、ね、麻の袋をかぶせてくれるんですね。そして、係員の指示する場所に寝そべって、10分ほど体を温めます。ドームの中は本当に、ね、炎が、メラメラと燃える中で神秘の世界を味わえるような、ね、瞑想的な空間になっています。ぜひ、ね、体験していただけたらいいなと思います。はい、そんなところで、ね、私からの、説明の方はこちらで、ね、終了させていただきまして、これからちょっと体験者の、ね、お話を聞かせていただければなんて思ってますけども、よろしいでしょうか。はい。
では、こちら少し、よろしければこちらの方に移動していただいてもよろしいですか。ありがとうございます。はい、じゃあお隣にどうぞ。で昨日ね、お会いしたばかりで、突然お願いして、すみません、ありがとうございます。なんか、がんの宣告を受けて、もう3年の命しかないという話を聞かせていただいたんですけども、今日はどちらからいらっしゃいますか？福岡ですか？はい。福岡から、もう何度もいらして、はい、そう。7年から。あ、そうですか。最初は手術をなさったということなんですけども、はい、左の肺を取っております。あ、そうですか。今じゃあ左の肺はない状態。半分はあります。半分は。そうですか。はい。で、手術をした後、なんかこちらの紹介を受けて、はい、手術をした後で、すぐね、退院をしたらこちらに来るようにって、はい、教えていただいたんですけども、サウナってしたから、信じなかったんです。そういうサウナぐらいをなんで長崎までね、はい、こういう遠いところまでね、ただのサウナなのにって思って、ちょっと信じなかったんですね。はい、そしたら、1年もしないうちに再発したんです。それと抗がん剤を1年間飲みましたので、はい、間質性肺炎、それはもう先生はおっしゃらないけど、副作用ということで、はい、そしてもうその間質肺炎と再発したがんをまた手術するとおっしゃったんですね。でそれを教えた方に相談したら、すぐに連れに来て、でここにね、来ました。それから、なんか、ここの素晴らしさが分かったんです。なんかね、拝見したところとてもね、肺がんを患っている方には思えないんですけども、なんかすごく生き生きとしてらして元気で、なんか肌もツヤがありますよね。私は持ちておりません。もうだからね、はい、64歳の時だったんですよ。で今も72歳ですけど、ね、72歳です。はい、見えません。そうだから、はい、近所の皆さんも、もう本当にね、私、はい、肺がんとか見えないって教えてくださる。ですけど、ここにね、1ヶ月に1回から2回来るだけですけども、そのね、効果があるのかなと思って、でも病院の先生も、もう今お薬も全然飲んでおりませんし、月に1回ちゃんと検査を行きますけども、先生の方もこう購入してくださって、なのっておっしゃってくれて、私は主治は大きい病院ですけど、近くに小さい病院にもちょっとね、風邪とかの時にかかってるんですけど、風邪もひきません。その先生もね、君さん行ってきたよっておっしゃって、先生ああいうところに行ってらっしゃったんですかって、自分も病気をした時にね、君さんのように元気になれるように、ここに住んでるって不思議なとこねとおっしゃった病院の先生。というか、私ね、病院の先生も不思議があるようなそういう不思議なスポットということですね。はい。もうかで来月で手術して9年目に入りますけどね、はい、私自身も不思議、先生も不思議って、はい、おっしゃってくださいますね。はい。じゃあ1回手術した後はもう二度と手術をしないでも、こちらに通っているだけで元気な。何も薬も飲んで。そうです。はい、薬も飲まない方がいいっていう話もありますね。はい、それを実感なさって。だからその癌の腫瘍マーカーっていうのはね、はい、ものすごく上がってるんですけど。そうなんですか。はい、他の数値が、はい、本当にいいんですよ。それが免疫の機能がすごく高まっているということですね。でも定期的に月に2回通ってらっしゃるということですか。今はもう1回ですけど。
けどね。そうですか。はい、でも1回と3回って言われるんですけど、ちょっと、ね、はい、熱気生活で、熱気生活で、はい、福岡から通ってらっしゃるってことですね。はい、ありがとうございます。はい、なんかね、本当にあの今私のお友達もね、はい、いっぱいがんを持ってあるんですよ。あ、そうなんですか。あの方のね、そうですか。もう私をね、見てから、はい、去年からずっとついてきてあるんですけど、本当にがんを持ちながらずっと抗がん剤をね、ずっと受けながら。今も抗がん剤は使っていらっしゃる。はい、あのずっと病院にして、ね、1ヶ月に何回か入院してずっと抗がん剤を飲んでいます。もうだから去年死にしましたね。ついてきた時はもう二度とついてこれないっていう状態だったんですよ。そんなに衰弱なさってありますね。本当にですね。はい、これはもう二度とついてこれないだろう。その時はどのぐらいの頻度で通ってらしたんですか。月に1回、2回ですよね。月に1度か。それで、まあ、今は元気という感じで、本当に元気です。ええ。はい。ありがとうございます。あ、なるほど。はい。やっぱり頭髪が抜けたりとか、そういったことが起きます。抗がん剤の作用です。抗がん剤をやめて、あの薬は一切取らないでここっていうような気持ちにはまだならない感じですか。彼女も実験してね、実験という形で、まあ、その私は肺だけに転移したりしてるんですけど、はい、彼女は肝臓とか腸とかに転移してるんだから、なるほど、抗がん剤を病院に転移してるんです。なるほど、先生の言うことも、あの指導を受けながらこちらの方に通っていらっしゃるということですよね。だから漢方と西洋医学と一緒に、なるほど、いいとこ取りというか、いいとこ取りと、はい、ね、両方を否定せずに両方のいいところを掴んでくれ、より健康をということですね。だから私を目標に彼女も今一生懸命、はい、なるほど、本当に素敵な笑顔でね、とても本当にがんを患っている方には本当にお見受けできないので、そうですか。だからその患者さん、あの私の主治医の先生がね、大らかな気持ちで、はい、絶対笑顔を忘れないのも薬の一つとおっしゃってくださるんですよ。なるほど、素敵ですね、それは先生が、はい、だからね、今の私のそのね、はい、この状態を保ちなさいとおっしゃるから常に。なるほど、そうですね、はい、やっぱり笑顔が一番の薬になるかもしれないですね。家族のね、はい、サポート、はい、それもやっぱり大事みたいですね。そうですよね、ここに連れて通ってくださるご家族がいらっしゃるから、はい、ここに通えるわけですよね、はい、そのとやっぱり日常の生活もね、はい、で、やっぱり家族があってそこ家族がサポートしてくれるというのもね、うちになりますからね。ああ、そうですか。はい、やっぱりその子ニコニコしてても孤独感はあるわけですよ。なるほど、いつね、もう危険な状態にかかったなって思いますからね、やっぱ感を持ってますので、ね、ここに来てまた全国の皆さんと、がん患者の皆さんとお話できるので、でそれもいいことと思います。なるほど、あのここにはいろいろがん以外でもいろいろ患っていらっしゃる方が通っていらっしゃるということですね。もう北海道からですね、はい、いらしてますので、ね、はい、まあ、特に私が感じるのは深い方の乳がんの方、はあ、そうですね、とっても重要な、ね、はい、乳がんの方も多いです、そうですか、そうですね、はい、話題のだから真央ちゃんをここに連れてきたいなって、はい、そうですね、この放送で、ね、もしね、見ていただいてね、ただね、本当真央ちゃんを連れて行きたいなって、そう
よ。やっぱここは命が蘇る場所ですよ、ね、そうだからね、決してその、がんが感知するわけじゃないと思うんですよね、はい、まあ、感じなさったこともあるらしいけども、でもそれをいかにこう感じてるかっていう、はい、ね、そうですね、それでいいですからね、長生きできたら、そうですね、はい、だからあのもう9年目に入りますので、1年の先生なので、はい、先生10年近くと思うようになりましたって言葉を言ったらね、大丈夫よっておっしゃってくださったんです。そうですか。いやもうね、余命3年っておし、ね、言われたところも9年生きてらっしゃるということで、9年目に入ります。9年目ですね、はい、いやもう生き証人でいらっしゃる、はい、ということですよね、はいはい、でもその間に介護に入院もしたことないしですね、はい、他の患者さんも入院会に行く感じで、そうですね、同じ一緒だったので、そうですか、やっぱりあの、ご飯食べて、はい、手術もしたり、やっぱりあの一度メスを体の中に入れるとかなり抵抗力が落ちますよね。そうですね、はい、私自身も帝王切開を一度、ね、しまして、子供を産む時にやはりお腹切りましたけど、その時は本当にもう生きていけないと思うぐらいすごくこううつうような状態になりましたけどね。私も手術したそうな、それに痛んでね、死んだ方が良かったってずっと叫んで、なるほど、そうでしたか、ねえ、まあ、だからその手術をなさってくださった先生もね、語ったんですよね、そうですね、命をもらえたのはね、そうですね、やっぱりご縁というか、その時にね、出頭してくださった方があって今命がつながっているという、そうですね、まだ今主人の先生がよく考えなかったんですね。そうですか。普通やったらもうその治療の数も上がったら、交換で先生があっておっしゃるんですけどね、はい、で今あの話題の夢の交換剤、はい、オブジード3500万円、あ、そんなものがあるんですか、はい、ごめんなさい、存じ上げなくて、そうです、それが今話題なんですね、はい、話題なんですか、はい、もう、あのあのがん患者の皆さんの中ではで、でも今放送もずっとしていますけど、そうなんですか、はい、昨日もありましたけど、それが3500万円かかるんです、そのですが3500万円ですか、はい、県で認可されて、それでも250万ぐらいで、そうですか、で先生に、ね、手術のためにお話ししたら、私はもう遺伝子検査しているから、はい、その薬は使えないって、あ、そうなんですか、ね、その効き目が、はい、いうほど作用も、はい、なるほど、ね、ええー、私たちはもうお金がないから、そういう薬は絶対ね、打てません、はい、なんですけど、私には、それは向かない薬だそうです。なるほど、やっぱりじゃあ薬は笑顔と、それからここに通うこと、はい、ここに通うしかありません、はい、なるほど、もう260万に比べればね、ここに通う方がよほど経済的ですよ、そうですね、あのもしね、でもここ、やっぱ信じなければ来れないね、はい、ね、もう一回とかで、もう来てやめられるけどですね、まあ、継続しないと、そうですね、何事もやっぱり継続が大事ですよね、やっぱり効果を感じられたらどのくらい続けてらしてたんですか、あのだからその最初に来た日にですね、あのドームの中暑いでしょ、はい、だから最初はもう5分ぐらいに 入りなさいって言われたけども、10分したんですよ、はい、そのこう火を焚いてるのがなんかものすごく心よく感じたんですね。なるほど。違うね。温熱療法が感じはいいんですよね。そうですね。じゃあもうそれがなんかこうね、あの2日とか止まって、隔離日ね、家に帰ってあの溶けてたらと疲れるのかなと思ったんですけど、もうここから帰ったらシャキッなんですよね、だから本当に皆さん近所の方がね、君さんはなんだけど一番元気ねって皆さんおっしゃってください、 でも今ほとんど皆さん高血圧やら何やらで薬を飲んでらっしゃる方ばっかりじゃないですか、はい、そうですね、
私でもあんなに薬を飲んでないから一切何もですね、血圧も正常だし、はい、腫瘍マーカーのみで、はい、それ以外はもうずっと健康を保ってらっしゃるということですね、はいはい、ぜひがんを患っている方にお勧めしたいということで、はい、はい、もういっぱいいろんなお話を聞かせていただきましてありがとうございました。どうもすいません、はい、突然ね、お邪魔、はい、してお願いしたりとか、全国のがんの皆さんね、はい、やっぱりもう不安がいっぱいですと思うんですけどね、私みたいにね、こんなに8年も生きられたものもありますの で、はい、そうですね、またぜひもっともっと長生きして楽しい人生を送っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、体験者のお話をお伝えさせていただきました。もしよろしければ、東先生お話、伺ってもよろしいですか。ありがとうございます。ちょうどね、昨日こちらの方でご一緒させていただいたんですけども、このね、パンフレットにも、ご登場のこちらの、東先生本物が、いらしたということで東先生どうぞよろしくお願いいたします。前回ね、こちらのここに私たちがお邪魔したときにご一緒に、パソコンでいろいろこちらの仕組みなどね、説明していただいたので、はい、こちらの、まあ、場所がどんな素敵なところなのか、よろしければ先生の方からお話しいただければと思います。あ、そうですか、はい、ここはね、日本に一つしかなくて、世界にも一つしかないんですよ。でその木の木には何かと言いますと、中で木を燃やしていまして、はい、それはもう、ね、太陽と全く同じ機能を持った形で存在しているんですよね、はい、でそこからもう、いろんな自分の人が、ね、出ますので、はい、ということは、私たち生き物が生きるためのエネルギーを全部もらおうと、でそれをここで再現して、はい、でそのエネルギーを出すのは、石の中に、それは地球の中から来たものです、はい、その中にケイ素という、地域なんですけどね、はい、それが関与しているんです、はい、そのということは太陽を含めて地球のみんなそれで素材は一緒なんです。なるほど。でその素材をこういうことで使ってて、そこから所有者のためにね、はい、中間というものを入れてて、はい、でそこからこう付着してくる水分が、はい、のように真ん中に行くと体の体を温めてくれる、はい、でその温めてくれるということは、実はこの宇宙から来る光であれ、ここに光ですね、はい、私たちの数が全部、各細胞の全部、その吸い込んでいるケースが全部入っている、はい、そのケースをこのエネルギーの線形エネルギーが押し上がって、でそこをこう振動させて、体の体を作るんです。それが実は私たちの三位の体温という人間の体温を作っている。なるほど。ということで、人間はこういう光を受けて生きているという。ということは、まあ、こういう光でもって、はい、例えば分子の上で家をやってみますよね、はい、実験のもの、で。それをここは我々の体の中にあるケイ素という元素に光を当てて、はい、で、こう体温を作って三位の体温を起動。なるほど。そういうものは、なんか体調がおかしくなると、計測もおかしくなくなって、そういうこの、プラクティングの量がたまらないみたいな、データ用とかね、そういうことで、ということは、その調理が病院におかしくなる。ということで、できるだけ産業っていうことを維持するような生活をしてもらいたいというのが、でそれを分かりにさせるということは、そういう発想でこういうのを作る、そのこの技術が本当に今素晴らしいので、はい、まあ今問題になってはね、これからどんどん認知症がどんどん出てくる、そうですね、あるいは体調の病院もね、はい、そういうのが出てくるので、これも環境の変化、これをやっぱり求
人間生まれてくるとね、ある程度こう健康なんだけど、だんだん人間がこう気に触って落ちてくるわけです。でもある日なんかね、こうどんどん来るわけです。で落ちると今度はお医者さんに行くんですけど、そこからこの戻りになっちゃうんですよ。これ寿命まで行かないんです。なるほど、本来の寿命ではなく、寿命を縮めてしまう。だからそこを向けて上げて、こう歩行して、そこからまたこう行くと、いただいたものまで行くわけです。なるほど。そこの子の自立親もここに。それが特徴です。これはもう本当にここしかありません。だからまあ、できればというね、皆さんが、いろんな方はここに来て、そういう歩行をしていただく。それには、やっぱりなその完全にね、ここだけではないんですけど、結局は私たちの体の中にあるそのケースという成分が少なくなってきているので、それを足して、でこう、よく温めて、体調を戻すということなので、ケースというのがね、入力を存在するので、私はできるだけそのケースをね、皆さんにその保有してもらうために、作っているので、あ、先生自らがお作りになってらっしゃる。私、入院で作ってるんですけど、それがこういうね、診療設計図といって、水に溶けるもの。溶けるもの。で、みんなね、水溶性っていうのは日本語は素晴らしいんですが、水溶性っていうのは、便の分子の中にケイ素が潜り込んでるのが水溶性。で、その水の中にこう、よくよくつくのは、こうね、混じっていく。ああ、混在してるってことですね。だからそこの差をよくね、皆さんと聞いて、何でもいいんじゃないんですよ。あちこちにね、水溶性ケースだと色々出てますけど、水溶性ってことは、実は耳に溶けて耳の分子の中に入っているので、それも体の中に入ってくることでもできるんですけど、で、その原理の元になるのは、ですが、血液性っていうのは、去年に日本の方がね、日本の人になりましたね。あの時に使った、エブラシッケに使った、やっぱり、血液の設計でしょ。なるほど。で、まあ、それで、まあ、皆さんね、防いじゃないんですよ。体を連携しちゃって、元に戻る力を出すのが血液なんです。そうです。これはもう、宇宙から存在してだから今年もらったあの大島先生のノーベル賞も実はこのここにね皆さんが来ている現実を全く再現してる。なるほど。あれはここにあるんですね。あれはもう血液の中とかねそういったところにそういうエネルギーの元があるのがこれはソマチッドというんですね。ソマチッドですね。この前の最初の映画だった時ちょうど動きましたね。ああいうエネルギーを出すのは、ケースだから光を受けて、ケースを動いて、力を出すので、体がこう動けるわけです。だから、人間の肉体と魂っていうのは、もう一体になっているというか。それをね、まあ、できるだけで、それを出す中に、それを回収していくと、全部それを元気づけていく。なるほど。で、それを、多少のようにね、やっぱりは表現してきますので、でそれを足すのにやっぱ食べ物なんです。でその食べ物の中にも入ってまして、まあ、いろいろその例えば皆さんに分米がいいよとおっしゃるけど、ただいいよいいだけなんです。どうしていいのということがないの でそれをね分米をその土壌に作ったり水に作って肺炎のところを調査しますよね。元気なあるそういうものがこれは私たちが大事ということで人間の体の中にいるそういうその協力してくれるものは実は天使でそれがこう触媒としてなっていろんなものを作るのでこの前の大島先生の話の中にあるメトロファルというのはあの中を元気づけてるその触媒的なものをやるのも天使ということで、ああいう形で動きです。免疫のシステムを活発にさせるには、ケイ素が必要ということですね。
かそのメインという言葉自身が実はそういう霊気して元に戻すって言ったら本当は実は霊気なんです、はい、メインという言葉なんですけど、はい、お医者さんの時が使ったり簡単に言うメインというのはなんかねちょっと意味が違うんですよね。あ、そうですか。日本語というのは素晴らしいんですよ。もう一回昔のね、戻って、本来の自然のエネルギーを使って自然のものでやっぱり体調を戻すということをしないと、これからの認知症がどんどん入ってくる、で特にまあ今回その老人前治療をしちゃったことがですね、あと血流を良くする、で血流を良くするためには毛細管血管というのですね、これはもう肺の大きさぐらい、肺の待ち針のね、大きさぐらい の、細胞なんですよ。そこを行き来しなきゃいけない。でその行き来する時 の、 その力となるのはやっぱりこの血が当たらなくて、で血流を良くするんで、息苦しいとかそういったところに血するものを取っていく。で取っただけでダメなんで、それを体の中の血流の中に混ぜて、それでここで大汗をかいて、で汗出た。これはデトックスという言葉です。そういうことで、できるだけですね、大汗をかくこと、それから日向ぼっこをすること、でそれができないときにはまあここに来てね、そういうことをやっていただくと、元に戻るということができるので、ここに、ね、来られる方は皆さんがそういうを血栓水を飲んで、それでここで温めて大汗をかくということをやっているので、大汗をかくというのはもうここしかありませんので、できるだけこう使っていただいて、これからの高齢者社会はね、どうして私たちは高齢者になっていくわけです、そういう方はね、ここに来てそういうやっていただければいいと思う。だから私は今もう85歳ですけど、去年の医療費なんかね、621円です。ああ、そうですか。でね、年金がごそっとね、3人待ちかけてですね、こういうね、背高いでダメなんですよ。そうですね。せめてね、1万か2万円ね、ぐらいの医療費をね、ぐらいになるぐらいには、ここが一番最高のそういうね、提言になった。だから、国がね、行政がもっとこういうのを理解していただいて、それでできるだけこういうその安くて、あまり薬も飲まないで、いいような次第にしてもらいたいということで、今日はいい機会なので、そういうことで申し上げたいなと。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。なんかマイクがね、聞き苦しいということで、音がね、ちょっと聞きにくい状態だったようで申し訳ございません。はい、ということで、これからちょっと移動しまして、実際にサウナの方にね、移動していきたいと思います。はい、東先生、本当どうもありがとうございました。現場が動き出すこともちゃんとあったんだ。あそこ持ってきてます、ね。あ、そうですか。はい、また機会がありましたら、はい、ぜひありがとうございます。どうもありがとうございました。では一旦ね、こちらの方から移しまして移動します。はい。では。ご覧になっていただきたいと思います。はい、で一旦止めますね。大丈夫ですか。はい、ということで、ちょっと画面がね、動きますけども、皆さん、ご了承いただきまして、これからですね、潜入ルポみたいな形で、サウナの方に移動していきたいと思います。ではでは参りますね。はい、こちら本当にね、広い広間になってまして、カメラが、ちょっと移動するのに若干ね、時間がかかりますけども、はい、はい、今から移動 します、皆さんどうもご協力いただきましてありがとうございました。ではこれから移動してまいります。この先にサウナがございます。
こちら食堂の方でね、今朝ごはんの準備が始まってます。美味しそうなご飯がいっぱい並んでます。はい、それから奥の方にね入っていきます。美味しそうですね。はい、こちらの方のサウナの方に、はい、移動していきます。あ、こちらの方に今画面を、いいですか。今東先生からお話があった、サウナの構造ですね、こちらになっております。ケイ素と酵素と温熱、こちらが健康を促すということで、健康ラウダサウナ断面図ということでね、こちらの映像を、参考に見せていただきました。ありがとうございます。はい、では実際にサウナの方に移動していきたいと思います。こちら広いラウンジになってます。本当皆さんがねくつろげるような、そういった状態になってます。で、あ、亡くなったの中島さんの写真があるので、ぜひこれもねご紹介、させていただきます。本当素敵な方でね、たくさんの方の命をお救いになった方です。ベストパワーランド命のサウナを開発された中島社長の遺影というかね、もう亡き中島社長のお姿です。はい、ありがとうございます。では奥の方に入ってきますね。こちら男性の方に入っていいのかな、女性の方ですか。はい、じゃあ女性の方のサウナの方に、これから侵入していきたいと思います。こちらののれんをくぐりまして、入ってきます。ちょっと暗いですけどね。それから、入っていきますと、右手にですね燻蒸のねコーナーがねあります。こちらがまた素晴らしいです。このマントをね、かぶってですね、ここの、下にですねちょっとこちらいいですかね、この中にねこんな形で穴の開いた、椅子に座る感じですね。あ、外、そちらの、そちらを映していただいて、このような状態ですね。マントがない状態ですと、こんな椅子の状態です。この下にね、漢方のお薬を入れて、そしてこれを燻蒸するという形ですね。で、この煙がブワーッとこう上がってくるのを、マントをこう被ってますのでね、もうどんどんこの充満した中にいられるという感じですね。はい。1,2,3,4,5,6,7,8 台ぐらいですかね。いっぺんに皆さんがね、燻蒸できます。それからこちらの方に移動していきますね。はい、今ね配線がこんがらがりながら今ね移動しています。こちらが、サウナの入り口になります。トントンとノックをしてね入っていきます。で、今営業前のねサウナの方、ご覧になっていただければと思います。ではちょっと、わ、もう炎が上がってますね。すごい。この中に、ま、入っていただいて、そして、下に麻が、敷いてありますので、こちらですね入っていきます。相当暑いです。これ機材が燃えちゃうんじゃないかなっていう感じなんですけども、松の木がね燃やされてます。ここにこう寝そべって、サウナ10分間体験するという形です。もうね今本当にまだ何秒かですけども、ちょっといるだけでかなり相当暑いですけども、なんか汗が出てきそうな感じです。はい、ということで、皆さんにこの炎をね見ていただきました。ありがとうございます。では、こちらのね、サウナの全体をちょっとカメラで追えますかね。これがドーム型になってますね。はい、上の方がご覧になっていただけますでしょうか。丸くこう爆発石でできた、ものです。はい、すすが充満してまして、炭だらけという感じですけども、でもなぜかすごく心地よい空間です。はい、では移動していきましょう。こちらの方で10分間ねサウナに入って汗を流した後お風呂に入っていくということですけども、お風呂がねこちらになってます。今ねお掃除の方をね、
していただいたようなんですけども、こちらに、こちらは女の子のお風呂とね、書いてあります。こちらちょっと中開けさせていただきますね。このような形で、今ね、蓋がちょっとしてありますけども、お風呂になってます。ここが、温湯上差しということで、ケージのあった温泉です。はい。で、洗い場がありまして、ここに使っていただいて、ケイ素などが入ったね、石とかも、こちらのお風呂の中に入ってます。はい。では、移動しましょう。こちらのコーナーがですね、お風呂に入った後、ゆっくり休んで、寝転んで休める場所になってます。ここもね、なかなか気持ちがいいところで、木の上にね、寝そべってると本当にね、どっか宇宙空間に連れてかれるような、そんな感じです。天井もね、すごく高くって、空がね、見えるようなね、感じです。はい、そしてこちらの奥に行きますね。こちらがね、ロッカールームになってまして、こちらで着替えていただくという形です。はい。そして、こちらがですね、露天の方になってますね。露天風呂、こちらのね、外、を見ながらお風呂に入るという、今はね、最近はちょっとやってないみたいですけども、前はこうやって外を見ながらね、お風呂に入るようなね、そんな、環境が整ってます。はい。こんな形でこんなにね、広い空間、ここでくつろぎの時間を過ごすという形ですね。はい。もしよろしければ、こちらのね、ベストパワーランドを、最後に、お話をしていただける方に、行き着くかな ざっとね、こんな形で紹介させていただきましたけども、こちらの、代表されている今、おかみさんがね、いらっしゃいますので、ちょっとお話をお伺いできればと思います。今、娘さんも一緒にご家族でね、経営されているようなんですけども、よろしければ、ちょっと一言いただいて締めさせていただければと思います。あ、はい。あ、おかみさん。中島さん。一言。中島さん、一言。あ、お母様じゃなくて、お母様。はい。あ、はい。じゃあもうご飯の時間ですよね。はい。このベストパワーランドの、今、おかみさんの、中島さんです。いつも本当にお世話になってます。で、こんな素敵なね、朝食をこれからいただくことになってます。はい。はい、どうもありがとうございます。はい。ということで、ベストパワーランド、ご紹介させていただきました。はい。娘さんもよかったら一言。はい。おはようございます。皆さん、お待ちしております。ということで、素敵なね、娘さんもいらっしゃいますので、ぜひ、こちらの方ね、足を運んでいただければと思います。はい。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、こちらの方、これからね、朝食の準備が整っているようですので、今日はね、こちらの方からの放送は、これにて終了させていただきたいと思います。本当に、皆さんどうもご協力いただきまして、ありがとうございました。はい、ということでね、潜入ルポという形でご紹介させていただきましたが、はい、ここら辺でね、今日のスピリチュアルテレビは長崎の方にね、お邪魔させていただきまして放送をさせていただきました。コメントの方いっぱい、あ、書き込みがありますね。ごめんなさい。じゃあちょっとだけ、そちらの方の対応をねさせていただければと思いますので、さらに移動してちょっと戻ってきますね。戻ってまいりました。先ほどね放送を開始した場所の方に今戻ってまいりました。はい、どうもありがとうございました。放送をね、
するにあたっていろいろ皆さんにご協力いただきまして、あちこちね、移動させていただきました。これにてね、放送、終了させていただきます。はい、あ、照明さんが欲しいと。残念ながら暗くてよく見えないということですね。わかりました。完璧な4頭身さん、どうもありがとうございました。生放送ということでね、いろいろ、ただね、いろいろありましたが足りないところいっぱいあったと思いますが、今をね、精一杯生きるということでお伝えさせていただきましたので、またとにかく自分の目でね確かめていただければいいかなと思いますので、長崎の方にいらした時にはこちらの方に寄っていただければいいかなと思います。はい、ということで、はい、命のサウナ、ベストパワーランドのねご紹介を今回はさせていただきました。はい、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。またね、水曜日、いつものレギュラーの、節子の歌う水曜日でお会いできればと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。これにて失礼いたします。